実はその昨日の、YouTube ライブ、サブチャンネルリンク貼っておきますけど、 YouTube ライブで、もう一個一番、まあ僕的には一番これが大ネタだったんですけど、じゃん、もうこれ半年悩んだかな、 RX100M5 ね、このソニーのコンデジ、4K 撮れる、まあ5分だけだけど 4K 撮れる、まあ YouTuberもうなんていうんだろうな、YouTuber のもう基本アイテムみたいな、もう、問答無用でみんな持っとけみたいなカメラだと思うんですけど、違う、これをね、ついに半年近く悩んで、ポチってしまいました。値段もね、だいぶこなれてきたっていうのもあって、あとこの間ラスベガスで、カズチャンネルのカズさんとお会いしたのが、で、カズさんがもうこれだけで、YouTube 撮ってたのがもうきっかけかな。このね、録画方式 4K 撮れるのが、まあ正直時間はね短くてもいいんですけど、 4K が、バッチリ撮れるのがまあ僕の狙いだったんだけど、これわかるかな、この 4K だと記録方式が XAVCS4K ってやつなんですよ。でこれを MP4 にすると 2K になっちゃうの。4K 撮るには必ずこの MXAVCS にしないといけないんですよね。でまあそれはまあ100歩譲って画質さえ良ければいいんですけど、最大の今最大の問題はこのね、 iPad に読み込めないっていうか対応してないの。一回なんかトランスコードするかなんかしないと、直接読み込めないんですよね。帰り途中から、あ、ドルキンさん画質変わりましたねみたいなのがちょっと狙ってたんだけど、この出張中はこれ使うと動画編集できなくなっちゃうから、まあ今回は初志貫徹でこいつですね、 GoPro Hero 6でまあ撮り続けるのがいいかな。まあ今これ GH5 ですけど、 GH5 と Hero 6で、YouTube 今回の出張動画を撮りつつ、まあ、サンフランシスコ戻ってから RX100M5 をこいつを活躍させるっていう感じになるかな。なんかこの RX100 の動画、 4K 動画が iPad で取り込めない、 iOS で取り込めないっていうので打ちひしがれてたんですけど、どうもね SD カード直じゃなくて USB 経由で取り込むといけるらしいんで、超実験。なんかなんでもこの USB モードを NTP モードっていうのにして、あと USB 給電もオフにした方がいいらしいんだけど、今一応オフにしてあるんだけど、これにしてこのカメラアダプターじゃなくてこの USB アダプター、あの SD カーアダプターじゃなくてカメラアダプターか、こっちが、これで USB 経由で取り込むと、なんと確かに、今まで出なかった、AVCHDS っていうの、なんあのこのRX100 の撮る 4K 動画が見えてて、一応今取り込んでるように見えるな。これは来るか。レイン先生やりました、完璧です。これあの RX100M5 で撮った動画、ログ撮影 S-Log3 で撮影したやつを、ちゃんと編集するのに、これじゃちょっと分からないかもしれないけど、ちゃんとねカラグレまでできた。これこのルマフュージョンならカラグレも RX M5 の動画を取り込んでカラグレするのも iPad Pro だけで完結。やったー、これで今日これで使えるじゃん。 iPad でこの RX100M5 が取り込める方法分かったんで、GoPro Hero 6から、これは RX100M5 にカメラ切り替えて、この後は、しかもこれ、S-Log 撮影。いきなりやってっからね、ちょっと、失敗動画になる気もする。やっぱログってね、すごい ISO 感度が高くなっちゃうから、ちょっとノイジーになってる気もするんだけど、まあ何事も実験、いきましょう。さあ、じゃあいざ RX100M5。出動しますよ。さあ、この夜景が、好感度がね、強いはずなんだけど、ちょっとログで見てっからもう全然わかんないな。いきなりログっていうのが攻めすぎなんだけど。
ゃん、ここに俺だけなぜか T シャツ1枚、ここに急に来ましたよ。普通にいる。視聴者さんとも お久しぶりです。お久しぶり感ないけど、あらあなた、わざわざあなたも結局落ち着いてしまって結局落ち着いてしまって結局これですよ。まあカズさんのせいですからね。あ、やっぱこれ、違う、これでしょ、これいいっす。じゃあその三脚、はい、これだよね。あ、でもこれもう売ってないっすよね、あんまり。え、マジっすか。ほど、あ、来た、早い。売ってないっす。あれ早い。お久しぶり。お久しかないけどね。はじめまして、石井里奈さんです。やった。あ、早かった、偉い。使えるように。これ何ですか。いや、これ iPhone 10、iPhone 10。ギャラクシー10。じゃあ、ギャラクシー10じゃない、ギャラクシー8のことですよ。どうしたんですか。いや、もう10ムカついたんで。ずっと繋がらなくて1ヶ月後になったし、カズさんがムカつくっていうのを言葉を使うのなかなか貴重なぐらい。ムカついてしまって、もうイライラしてどう収めようと思ったらノート買おうってなってすぐだったの。ムカついて30万ぐらい使いましたよね。だってレンズもだって買ってんじゃん。レンズも買った、そういえば。これ10万、レンズ15万ぐらいしてんだよ。いや、でもすっげー楽しい。めっちゃいいっすよ、ノート。激推しだ。やっぱあの時代の先。撮れてる。撮れてますよ。撮れてる。ズーム。ピントの合い方がすごいですからね。今すごいズームしてます。あれ、ズームしながら撮ってるんだけど。あれ、でもなんか GoPro の方がよく撮れますね。そんなことないです。そんなことないですよ。こっちの方が絶対よく撮れる。GoPro の方がよく撮れる気がする。そんなことないです。本当ですか。信頼しきって、これはよく取れる。ラスベガスこれ1個しか持ってかなかったので大丈夫でした。大丈夫でした。はい、一回ご無沙汰してます。あー、今日なんか華やかだな。珍しいよね、普段大体あとおっさん2人とイエーイ。同じことしてる。ありがとうございます。この贅沢なカメラマン。あー、かわいいよ。どっちがいいかな。ドリキンさん、かわいいよ。かわいいよ、いいね、脱いでみようか。あ、そういうノリですか。怖い怖い怖い。いいよいいよ、薄着だよ、薄着だよ。怖い、ちょっと今、カズさんのめっちゃ YouTuber コレクションに。あ、サインももらわんだか。サインとかないし。それどうしたらいいの。サインお願いします。サイン何。サインお願いしますよ。ドリキンって書けばいいんですか。とりあえず日付とこれ日付とサイン。ちょっと他の人の参考にさせてください。こんな感じ、こんな感じです。瀬戸さんもいる。瀬戸さんもいるし。さすが。じゃあ書かせていただきます。サインとか持ってないんだけど、普通にドリキンって書けばいいです。いや、ドリキンでこれは日々リグってて、なんか面白い人いないかなって。今日な11月。やっぱ日本人にはないそのな。今日9日。流れのセンスの良さだよね。いやいや、何の面白みもない。これちょっとプロとしてなんかアドバイスないです。ありがとうございます。ドリキンって文字は繋げられそうですよね。なんかしばらく。これは繋げられますね。なんかこのドリキン感出せないんだよ。だんだん出てくる。みたいな。怖くてカメラさん。じゃあ私でも。はい、ではお疲れ様です。お疲れ様です。どうも。風呂場でめっちゃ練習してますからね。ハローとか車運転中にブンブンってそこそこ高校でずっと練習してますから。ここ始まる前見ながらじゃなくて聞いてもう覚えてるから。もうなかなか。ここ行くよ。行きますよ。せーの。ブンブンハロー YouTube でいいかな。今日はあの飲み会は使えない素材だらけで、飲み会使えなかった。口に出せない、あの迷惑があるといけないんで、口に出せない方は大物すぎる。大物すぎるネタで大物すぎたんで、あれはいいかな。あのどうですか。この例えも失礼なんですよ。平成の小室哲哉って言っても、ああ、それで分かっちゃう人いっぱいいるんじゃないかな。やっぱ今のもカットで。平成の P で何一つ
何一つ使えない。ダメですね。使えない。いや、嬉しかったですね。嬉しかった。嬉しかったけどやばかった。やばかった、ね。リナさんととこ、あの次回ポッドキャストゲストですから、あのよろしくお願いします。いいな女子は。そしてケイさんをととこ。ケイさんあの。次のコンサートは12月15日12月15日かその前の週に帰っちゃうんだよな教会でワンマンライブですあじゃあちょっとまたグルドンミンが行かないとぜひ来てくださいこうやってやってたんですよねいつもそうです内側に入れてますこうやって内側に入れて僕はここにつけてますけどね、そのこれも出せないようにあーなるほどなまあいやこれであの夜の雰囲気だけ味わっていただいてカズさん、RX100 マーク5はどこ行ったんですかいや、カバンの中に入ってます入ってんですね入ってます YouTube は絶対持ってないとダメですかこれはそう、これは持ってないといけない今回はあの単焦点で東京に行ってみようって企画だからああ、そういう企画今回そういう企画ですねはいこれめっちゃ寂しいななんだろうこの YouTube 仲間のこの別れの寂しさ今適当に歩きながら片手持ちで撮ってるけどやっぱちょっと揺れは気をつけてこのくらい気をつけて歩けばこのくらい気をつけて歩けばいけるかな暗所がね暗所がどのくらいいけんだろうかじゃじゃーんハッピーハッピングキーボード Bluetooth バージョンをゲットしちゃいました西谷さんがねちょっと使わないやつを貸してくれるということで、これは iPad に最高なんじゃない？フットプリントはこのロジテックのやつと変わんないけど、やっぱキータイプのね、キーフィーリングはやっぱこの僕はもうストロークが深くないとダメな体になってるんで、これは楽しみです。また後日使用感レポートします。